皆様こんにちは、杉野隆史イレップです。すいません、いつもはアイドルのように可愛い声の私ですが、今日は風のためハスキー声でお届けしたいと思います。本当に申し訳ありません。本日は単語の組み方についてレクチャーをしたいと思います。単語は力強いダンスなんですけれども、よくレッスンしていると相手に対して、力強く、踊ってしまい、結果、力強いダンスがこうできてないというケースがよくあるので、その辺についてちょっとレクチャーできればと思います。男性も女性も、大事なのはこう床から力が入っていって、どのポジション、どのパーツにも意識が入ってます。今日ちゃんと意識入ってます。もちろん女性も同じで、お腹に意識が入って、足に意識が入って、顔全部、力がこう均等に伝わっている。それお互いに均等に力が加わっている者同士が踊ると、力強いタンゴの動きができます。とても大事なのは足から手の先まで、全部力をこう自分に入れてみて踊ってみてください。絶対に相手に対して、女性も相手に対して、使ってはいけません。自分の力を自分の体につなげて踊ってみてください。